こんにちは、信号処理です。本体改造のご紹介です。スケジュールの追加についてあれこれチェックが入っていますね。それらをキャップスロックがオンの時にスルーさせてみました。路線の種類も無視。オーナーも無視。道路がなくても無視。好意的に言うならば、まだ建設してないけど、こんな路線作りたい、という時のマーカーにできます。さらに、私の以前の改造と組み合わせれば便利に使えます。将来的に鉄道路線にしたいけど、とりあえずバス路線として改良、なんていうのができます。こんな感じで、キャップスロックで機能の面でも乱開発を進めていきます。ご視聴ありがとうございました。